3月末神奈川県鎌倉市のショッピングセンター、その一角に地元の人たちから長年愛されてきた店があります。中国料理飛天。安くて美味しいと評判の店でしたが、実はこの日が最後の営業日、閉店するというのです。店を畳む決断をしたのはオーナーの表慎吾さん、76歳。気力はまあまあなんですけど、体がついていかなくて、自分ではもう満足してます。はい、ありがとうございましたって、それだけです、本当に。はい。表さんは15歳で中国料理の世界へ。以来60年数々の名店で鍋を振り続けてきました。店の自慢はこの角煮定食、肉が口の中でとろけます。豆腐とエビの旨煮定食も人気のメニュー。大ぶりのエビがたっぷり味わえます。表さんの料理が食べられるのはこの日が最後。別れを惜しみながらじっくり噛みしめます。うん、おいしい。なかなかこういう味出せるところって出会ったことないので、とても残念です。表さんには2人の子供がいますが、店を継ぎませんでした。後継者が見つからなかったのです。国産のなり手も少ないみたいですし、それはしょうがないかなと思って、はい、すいません、ありがとうございました。最後の客を見送ります。気をつけてお帰りください。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。お元気で。皆さんのおかげです。それ以外ないですね。後継者がいないことで、今地元で愛されてきた絶品の味が次々と失われているのです。はい、はい、お疲れ様です。絶やしたくない絶品の料理、絶めし。こういうお店がどんどんなくなっちゃうんで、今食べれるうちに食べたいなって。絶めしに乗ってからね、すごい大反響。後継者が見つからない、その現実。こいつには教えたくないってやついっぱいいましたよ。心が全然ない、お金のことばっかりで。廃業です、廃業。店を継いだ若者に大きな試練が。まあ、頑張んなよみたいな言われたような気がしました。みんなにこう親しまれた味っていうのをきっちり残していきたい。絶めしを未来に継ぐ。今飲食店の倒産が急増しています。ここ1年で過去最多の802件。後継者不足が大きな要因の一つと言われています。群馬県高崎市。ここで後継者不足を解消するある取り組みが進められています。それが絶めしプロジェクト。
絶滅しとは、絶滅の危機にある絶品グルメのこと。高崎市は後継ぎが見つからない人気の飲食店60軒以上をリスト化しています。行列ができるこちらの店もその一つ。創業から半世紀近い歴史を持つイタリア料理店デルムンド。客の8割が注文するこの料理、パスタに大きなハンバーグを乗せ、特製ミートソースを豪快に注ぐハンブルジョアです。このボリュームで1300円。絶品の味を求めて県外からも多くの客がやってきます。めっちゃ美味しいです。この名物料理を作れるのはオーナーシェフの高橋康夫さん74歳だけ。うちの味はよそでは作れないと思います。白いあめちゃったら食べれないですよね。弱ったもんですね。後継者がいない、高橋さんが引退したら食べられなくなるハンブルジョは絶滅に認定されたのです。絶滅リストで紹介されたことである効果が。絶滅に乗ってからね、すごい大反響。売上は以前のおよそ 1.5 倍になりました。高崎市は絶滅をブランド化することで観光客を呼び込んでいるのです。これ本当に美味しい。仕掛けたのは高崎市の富岡健二市長。このプロジェクトに絶滅店の存続をかけています。絶滅でリストに載ってる店がどんどん繁盛すればね、そこで職業として後継いでもやっていけるんだということになりますから、お客が来れば後継者は見つかるんだと私は思いますけどね。絶滅のホームページを見ると後継者を募集している店が。中華料理のコーチン。手打ちの自家製麺で作る醤油ラーメンが人気です。後継者は見つかったのでしょうか。店を訪ねるとそこは。こんにちは。あ、どうも。こんにちは。主人が出てきました。お店は今どういう状況なんですか。もう廃業です。廃業。店を継ぎたいと何人も訪ねてきたそうですが、去年8月閉店したといいます。面接に来た人、こいつには教えたくないってやつがいっぱいいましたよ。12人来たけど何にも教えたくないって。なぜかというと心が全然ない。お金のことばっかりで、ね、